新年明けましておめでとうございます。昨年もコロナの食影響を大きく受けた年でした。ただそんな中、東京2020に携わり、スポーツヒューマンキッズイベントも年度をまたぎ、柔道で6大会、ソフトテニス1大会を開催、オンライン練習会&セミナーも充実し、2冊目となる琴夢を発行することができたことは、これからの大きな糧となりました。ありがとうございました。さて2022年、まだまだコロナウイルスの勢いに衰えは感じられません。我々にできること、リアルイベント、オンラインイベント、冊子、全てにおいて親子の絆が深まり、琴夢がつながる機会をこれまでの経験と知恵を振り絞って、環境に適応し逃げず、勇気を持ってスタッフと一緒に創造していきます。今からここから今年もよろしくお願いいたします。